皆さんごきげんよう。今日はですね、1ヶ月ぐらい使った兵道のフルメッシュジャケットのレビューをしてみたいと思います。はい、こういう感じの水色のジャケットを1ヶ月ぐらい着ていました。その1個前、去年の夏に使っていたのはこういう感じのね、打ち水っていうシリーズのネイビーのやつを使っていたんです。こっちもね、部分的にちょこちょこメッシュになっているところがありまして、そして薄くて涼しいんだけど、やっぱりネイビーだから暑いんです。そう、そこはもう避けようのない事実。黒とかネイビーは暑い。着てから実感したっていうわけじゃなくて、昔から学校で習ってますからね、黒とかネイビー系統暑いってのは知ってましたけど、これこれこれ、このかっこよさ、ジャケットがかっこいいからちょっとね、棚に上げてというか、暑さをあまり気にしないようにしてたんですよ。で、去年ワンシーズン、今年暑くなってきてからちょっと着てたんですけど、ネイビーはやっぱり暑いという方針になりました。そして買い替えたのが今年も兵道のこのジャケットです。ほんとね、これ打ち水でも涼しかったんですけど、フルメッシュはさらに違いますね。バイクに乗って風を受けている時によりダイレクトにこの辺から、ふわっとこの辺からっていうか、全身から風が浸透してくるのを感じます。ただこのフルメッシュジャケット、めんどくさがりにはちょっと致命的な弱点があります。それが何かというと、ダン、見えますでしょうか、じー、毛玉。このメッシュジャケットですね、毛玉が超できるんですよ。1ヶ月でだいたい1週間につき 2,3 回着て、こんな感じです。ちょっとめんどくさがり的には毛玉多いかなと思ってしまいます。そうですよね、袖の方もまあまあこういう感じです。擦れるところは毛玉になってくるよなという感じです。そして水色、薄めの色なんで、袖口もちょっと汚れがつきやすいです、うん、これは仕方ない、薄い色の宿命だけど、めんどくさがりには大敵。こっちの兵道のジャケットも毛玉がないわけではないんですけど、目立つところにはできていないので許容できる範囲内です。で、できるのがどこかっていうと、ここら辺、うん、この辺ですね。ちょっとポチポチできてますね。あ、ゴミか、これはゴミです、すいません。こっち側でした。袖。袖はまあ、こういう素材だから、ある程度、毛玉になるのは仕方がないですね。ふん。ここに、フォーカスしろ。よし。そう、こういう感じになります。一番たっぷり毛玉ができているのがどこかというと、ギュイン。ギュイーン。パッ。ここをなんとジャケットの中に毛玉ができるんです。なんでこの位置にできるんでしょうね、不思議。はい、こっち側もパッ、ここの位置です。ここのシャッ、開いて、はい、この位置です。不思議な位置に毛玉できますよね。なんか打ち水のジャケットって、オークションの画像とか調べてみたんですけど、みんなここの内側のところに毛玉ができているみたいです。多分そういう製品なんですね。でも見える部分に毛玉はできていないので、めんどくささとしては今着ているフルメッシュジャケットよりもはるかにマシという状態です。あー、おそらくこの打ち水の薄い色のジャケットが最適解だったのかな。やっぱネイビーは暑いよな。と
個人的には思っています。何年か前にモーターヘッドの黒いフルメッシュジャケットを着た時には、このメッシュの素材自体がちょっと固めの生地だから全然毛玉なんなかったんですけど、これは柔らかめの生地なので、まあ毛玉もできてしまうんだろうなという感じです。もう今年また打ち水の新しいやつを買いに行こうか、それとも来年になってから他のメーカーも全部ひっくるめて考えて薄めの色で毛玉ができなくてフルメッシュのジャケットを買おうか、どうしようか悩んでしまいますね。もうそれかメッシュだとか色とか気にしないで今持ってる打ち水のジャケットを着られるような涼しい地域に引っ越すっていうのもありかもしれないです。はい、じゃあこれが1ヶ月兵道のフルメッシュジャケット使ってみた感想でした。またねー。